皆様こんにちは ST マイクロエレクトロニクスの山田ですこの動画では ST の最新ガンヘムと搭載コントローラー製品とそのソリューションについて紹介させていただきます近年スマートフォンやノート PC 向けのアダプターが非常に小型で,ですね、安価なものが入手できるようになっていますこれはですね、ガンデバイスがその小型化に貢献しております ガンデバイスは従来のシリコンデバイスに比べてゲート駆動やノイズ対策がセンシティブで設計ノウハウが必要となります。ST では 650V ガンヘムトをコントローラーに搭載することでゲート設計がいらなくなりさらに小型なパッケージにすることができます。それを搭載したコントローラーがバイパーガンとマスターガンでラインナップしております。 はじめにガンヘムと搭載コントローラーと従来のシリコンデバイスを使った評価ボードの比較を行っていきたいと思いますこちらにですね、USB-PD45W の評価ボード2つがございますどちらもトポロジーは疑似共振フライバック制御になります見ていただいてわかる通り体積が約50%小型化されていることがわかります そして重さもですねかなり軽くなっております。また半導体製品を含め部品が小型になり、その部品点数が大幅削減されます。さらに部品が減ることでプリント基板がシンプルなレイアウトになります。このようにですねガンデバイスがいかにですね電源の小型化、高効率化に繋がるかということが分かっていただいたかと思います。 続いてですね、バイパーガン65、バイパーガン100の評価ボードのご紹介になります。まずですね、こちらがですね、バイパーガン65を搭載した 65W の評価ボードになります。トポロジーがですね、疑似共振制御になりまして、最大効率がですね、93.7%と非常に高くなっております。またですね、こちらが、 バイパーガン100搭載の100ワットの評価ボードの電源になっておりまして、トポロジーがですね、PFC 回路と疑似共振のフライバック制御になります。こちらもですね、最大効率が90%と非常に高くなっております。続いてマスターガンの紹介になります。この製品は600ボルトのガンヘムトを2つ搭載したゲートドライバー内蔵の 製品になります。今までのですね。バイパーガンですと 100w までの対応になるのですが、このマスターガンはですね。400w まで対応できる製品をラインナップしております。そしてこちらが評価ボードになります。この評価ボードはですねえー。昨日評価していただいてもいいです。しえ、電源に組み込んでですね評価もできるまあ、汎用性の高い評価ボードになっております。いかがでしたでしょうか？ ST が提供するガンヘムと搭載のコントローラーはゲート駆動の解度の設計それから PCB レイアウト、まあ、この辺を削減できることで,です、ね、スピーディーに導入できる製品になっておりますさらにですね ST が提供する評価ボードは非常に小型でさらに高効率なものですのでお客様の使用に合ったものを選んでいただいてすぐご評価いただける準備が整っています以上でこの動画を えー、終わらせていただきますご清聴ありがとうございました